はい、どうもセイリーです。ちょうど決戦ねやっていきましょう。クラシックモードやっていきます。クラシックねいいっすね。やっぱクラシックモードこそね頂上決戦やとね僕は思ってるんですけど、バスコさん先生取られたんでキャラは選びますね。うわこれはどうしようか。メイかな。メイ、ナコルル、パワーあたり欲しい。メイ取ります。ハテナ行ったの。いやヘビーディーとハテナか。ナコルルとパワーを取っておきましょう。さあここはん？リョウとハテナ。じゃあこっちハテナ行こう。ラルフチンかやばいな。ラルフチンはやばいっすね。だいぶ低ランクのキャラ出たな。でフォクシーとまあジョーですよね。ジョー。あマチュア欲しい。あーマチュア欲しかったな。マチュア強いんですよね。火力が異常なんでね。マチュア特にいないかな。ヘビーディーぐらいかな強いキャラで。先行はどっちや。いやマジで忘れたな。ちょっと待てよ思い出せ。あこっち先行や。先に取ったっすね。ナコルルとパオで、これはナコルル置いといてパオ後だし、フォクシー、メイリーでしょ。ジョーかな。ジョーはまあまあいいか。やっぱメイはね先に置いた方がいいっすよね。あれ先行取られてる。あれそっかそっか。僕何出したっけな。忘れましたね。キャラ何出したか忘れた。でこれはフォクシーは使っていこうか。どうしようかな。フォクシー使って使いましょう。こういきます。使ってできればこのシェルミ倒したいんですけど倒せないかな。クリティカル出たらワンチャンっていうところかな。おお出た。メイが強い。いやメイはやっぱやってくれましたね。クリティカル出るとほんまに軽く出すんで。おまさかのここでいきなり調整してきますが、これこの調整はどういう意図があるんやろ。で、ジョーが生きてるのでここパオかな。パオを使ってもジョーに復活かかるのか。そうやね。パオちょっと待てよ。まあ、パオでいいか。パオ使いましょうか。でメイはまだ使わない。メイは次のターンに使う。でナコルルがスキル出ている。ナコルルはねバフ解除あるんですよスキルに。だから僕優先して取ってるんですけど、このバフ解除がねやっぱ強いんですよね。アテナ回復入れていくのか。回復を入れていくがそんなに減ってないですよね。ダイヤモンぐらいですよね減ってるキャラで。このジョーは生きるっすね。さあここはこういこうかね。まあ、ここは普通にもメイの使いどころっすね。メイ使ってからのジョーで怒り下げる。まあ今のメイはどっちに飛んでもいいんですけど、まあ、マチュアに飛んでくれた方がやりやすいかなやっぱり。でこの、ダイモンは倒していきたい。できれば倒したいが、あ生きてる。今溜まってるキャラはバイスのみなんで、バイスが撃ってきてもジョーに飛んできて、あダイモン溜まってましたね。ジョーに来るが、あれバイスも使わない。調整してきますね。でこれもこのまま行きましょうか。あかんわ。スキルが出なかった。一旦様子見こっちも。スキル出てたらね、ナコルル使おうかな思ったんですけど、アテナ倒しに行こうと思ったんですけど、これはジョーがちょっとやばいんで、これね、メイがね、やっぱあのスキルが出るとダイモン倒してしまうでしょ？あ、出てるね。そうなると、結局のところ、倒さなあかんので、もうこれはナコルル使いましょう。メイ次第じゃ調整効くんですけど、やっぱこの状況だと、メイはね、ちょっと何言おうとしたか忘れた。まあなんせ調整がしにくいということです、今の場面。調整がしづらいので、メイは、ああいう感じになってしまうんですけど、リョウとアンヘルと、ヘビーリー。単体。ジョー耐えるんじゃない、ワンちゃん。ジョー耐えてますね、やっぱ。で、覇王昇降拳でジョーを倒してからの、あ、ジョー復活。これ来た。
このパオの坊ちゃんやってくれるよ。パオの坊ちゃんが本当にね、いや、この復活はマジ強いですよ。クラシックの復活は。復活するだけでもだいぶ厄介ですよね。しかも防御型が復活してるんで、多分かなりうざいですよ、これは。HP も半分ぐらい残るんでね。ここはもう普通に、チン、ラルフでアンヘル倒せるんじゃないかな。これ怒りじゃない。防御も下げてからのラルフ。ドッカーンと、ギリギリ来てる。まあ、これ、アンヘルゲージ溜まるんですけど、まあ、そんなに問題ないですね。まあ、ここでラルフがやられても、まあ、対して、まだキャラいるので、こっちは。あ、まだあれか、溜まらなかった。うん。で、ここは、ジョー、そうですね。このままでいいか。こう言っときましょう。これで良さそう。いや、こう言っとこう。うん、これでいきます。で、ジョーは当然使う。ジョー使って、あ、スキル何も出ない。このナコルルがやっぱゲージ溜まるのが大きい。で、多分アンヘルはもうゲージ溜まってますね。バイスがワンチャン。アンヘル使ってきても、あ、バイス溜まってた。うん。でラルフやられるんですけど、まあまあ全然いいんですけどね。覇王昇降剣。で、アンヘル使ってきても、じいさんとナコルルが残るので、でこっちアンディいるので、もう負けることはないですね。うん。やっぱアンディで、とどめさせるんでね。砲列3体はなかなかこの局面やと役に立ってくれますね。まずレラマツベでダメゲン下げて、アンディがフィニッシュや、これ、ほら。フェビーリーと、アンヘルを倒せました。いや、アンディ役に立ったな。いつもアンディね、ほとんど使うことないじゃないですか。でもやっぱクラシックやとこういう感じにも使えるので、まあ、なかなかアンディも役に立つかなって今ね思いました。はい、では頂上決戦ね、クラシックモード、続きやっていきましょう。ランクバトルも押してました。太陽の破片さん、先生取られたんでキャラ選べる。わ、これはどっちや、クラウザーかな。マリーも考えたんですけど、あ、取られるよね。でパオとカスミ取りましょう。やっぱ防御を最初固めていきたいですね。もう防御型でも今3体取ったんで、ロバート取っておこうかな。クリスも欲しいですけど、やっぱハテナでハイデルンとかクラーク狙うのもありやな。来い、お、北斎、まあまあ悪くはないですよ。でクリスは欲しいけどどうでしょうかね。ハテナギャンブルしようか。ほい、おお、いいね。ハイデルン出ましたよ。クリス残れ、クリス残れ。ああ、取るよね。まあでもチョイもそんな悪くないですよ。で、マリーぐらいかな、強力なキャラは。で先にこっちが選んだんで先行取られてるので、カメ、ヘビ、クマ、トラは、トラいないんかい。そうか、霞の仕込みはね結構優秀なんですけどね、虎がいないので、これどうしようかな。霞は後出しでもいいんですけど、フォクシーでこんな感じでもいいのかな。タクマとロバートも考えたんですけど、やっぱタクマちょっとね防御的には信用できないので、これでいきます。でここは、フォクシーはゲージはたまらないかな。うわー、クリティカルめっちゃ強い。マジでめちゃめちゃ強いがな。こういきます。いいね、このスキルはいいね。フォクシーを使うとシェルミーがたまりそうなんで一旦様子見します。このクラウザーやっぱいいね、スキル。でこれブリッツボールね、何が強いかっていうと攻撃型なんですよね、クラウザーって。だからシンゴと違ってね、スキルで怒り下げるんですけど、さらに軽くも出るっていう、もうこの2段構えの、強さなんで、まあ、これ普通に使います。やっぱクラウザー強いですよね。帝王なだけありますね。で、シェルミーとブライアン怒り下げたんで、ここはシェルミーブライアン下げたんで、あれですね、こっちの表シェルミーの方下げに行きます。これで必殺は打てない、出してくるキャラ以外必殺は打てない。さあ何を出してくるのか、一旦様子見なんで、ここはそうですね、一応ちょっと警戒しとこうかな。
このままでもいいかでも。いや、警戒しとこう。こういっときます。で、ハイディルン使おう。ハイディルン使って、倒したいんですけど、このシェルミーは。やっぱ無理やね。普通にまあ、これはブライアン叩きに行きます。ハイディルンスキルやばいな。防御型にね、2倍のダメージ取るので、ハイディルンのスキルって。最終。なんか防御型特攻がついてるんで、やっぱ強いっすよ。必殺はそうでもないんですけどね、ハイディルンの必殺。ダメージもあんまないし。ここは調整してきましたね。これ調整するのはいいんですけど、霞、これ野ざらしにすると、重ねてあるのでね。霞をじゃあ撃とうか。霞撃ちます。で、これ最終の怒り下げたいな。最終下げましたね、きっちり。そしたら、ここはこっちも調整していく。どうしようかな。暗黒雷光剣溜まってるよね。そしたらこの、シェルミ倒しましょう。こういきましょう。あとはブライアン、こういきます。で、今打ってるのは表シェルミ。表シェルミさっき打ってきたかな。まあ、最終は必殺打てないので、さらに調整をしてくるが、さあどうだ。これは別にでもそんな実は問題ないんですよね。こういけばいいだけなんで、こういっときましょう。で、スキル出てる。クラウザスキル。ああ、来た、クラウザ2連打ち。これはえげつない。クラウザのこのね、必殺があれなんですよ。ゲージ回収あるので、これしかも全滅取れたな。いや、クラウザー見せてくれたっすね、最後に。クラウザーのあのスキルって、決闘っていう効果つけて、スキルじゃない、必殺技ね。その決闘付きのキャラを倒すと、倒した時のゲージの 50% やったかな、を回収するんですよ。だから今2体倒して、そのままゲージ回収してもう一発撃ったっていうね、連続撃ちの、本当に稀に見ることなんですけど、ああいうことができるので、なのでクラウザーはね、ああいう場面では本当に活躍します。っていうか全体的に今回クラウザーがね、MVP ですね。スキルで怒り下げまくったので、まあ、本当にクラウザーもね、すごい優秀だなって思いました。では、今回はこんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。